ズハ、おはようございます。いや、こうちゃん。ユズハ、おはよう。国会議員の孫娘が誘拐された。私に対する脅迫が。犯人の要求は身代金ではなく、お前の罪を自白しろ。家族を救うため若き議員秘書が立ち上がる。望んで国会議員の子供に生まれたわけではありません。人を泥に突き落として生き抜いてきた。犯した罪を全て話してください。捜査を中止しろってどういうことですか。隠蔽したのも宇田副大臣ですよね。本当にありませんか。面白いこと言うな。話すって決めたじゃないですか。だったら何なんだ。つまりには筒抜けです。誰かを借り指示した人間がいる。バックにいるのは誰ですか。警察だ。おい、お前の罪を自白しろ。力を貸してください。罪を自白させるために。